ユリイカ研究所所長のユリイカです。今回の研究テーマもキューキットということで、研究材料はガンプラのこちらです。アックガイさんです。こちらは144分の1サイズで、ジオン軍モビルスーツ試作メカのこちらのモビルスーツ、デザインがね、やっぱりこのアークシリーズは私はすごい可愛いなとは思うんですけど、まあ兵器ですからかっこよく作りたいなとは思うのですが、なんかこの見た目的にはこう沼地水の中であんまりなんかスイスイ泳ぎそうではないんでしょうけど、泳げるのでしょうか。なんか下の方に潜って、このね、2本のあのこの武器ヒートロットでなんか待ち構えてプスッとしそうな、得意そうな子じゃないですか。はい、こちらの子を今回すぐに研究したいと思います。この横の箱を見てるとね、思ったよりがいろいろポージングができそうなんですよね。なのでそういったところもいろいろ研究してみたいと思います。それでは研究開始。それではオープン。はい、ね、説明書。はい、パーツはこちら以上となります。このアクガイさんの後ろに映っているなんかアクガイさんがなんか切なく見守っている感じが可愛いですね。これはもうね、塗料で塗装図になっているので色がついている状態にはなるんですけども、はい、今回もこのパーツは一色となっております。はい、こちらキューキットっていつも、あ、再販のものだからでしょうか。いつもなぜかランナー一つだけ黒に入ってなかったりとかが多かったんですけど、割と新しい方なんでしょうかね。はい、まあそっか、接着剤も入っていないから再販されたものだかということでしょうかね。このね、顔のパーツも結構大きいですよ。はい、こんな感じとなります。じゃあ今回も流し込み接着剤を使用して組み立てていきたいと思います。はい、ランナーはの3枚となっております。1番から45番までのパーツが、まあ、同じものがねあるところもあるんですけども、こちらで全てのパーツとなります。はい、それでは足から組み立てていきます。同じものを2組作ります。1番も切ってしまいましょう。じゃあアックシリーズはアック、この子アックがいい、ジュアークの3種類なんですよね。でこのアグガイはこの144分の1と100分の1サイズも出ているんですけど、 HG はまだないんですよね。アグガイはもうデザインがやっぱり結構他のモビルスーツに比べると個性的な感じだったので覚えたんですけど、ジュアックさんがね、ごめんなさい、あんまりピンとは来てなかったんですけど、すごいなんかアクガイさんかわいい。だってやっぱりこの箱のね、このポージングとかがこうすごいなんかお茶目な動きをポージングされているんでね、この色はとかも
この子も筆塗りね、すごいかっこよく塗れたらいいですよねと思いながら作っていきます。はい、同時進行で両足を作っていく作戦なのですが、曲がっているところとかがね、やっぱりゲート処理が難しいですよね。よいしょ、歯で削らないように。でもデザインラインをね、この変えるタイミングがすごく難しくて、あれ意外といけた、さっき全然もう変えないといけないかなと思ったんですけど、あ、まだまだいけそう。あ、ちょっと白くなってしまっている。この瞬間がすごく好き。あ、すごい隙間できてしまって、こちらの時間、日本の時間で朝だったそうですけど、日本の時間で朝だったんですけど、インスタグラムのフォロワーさん、女性の方でプチッカイのね、頭は、まあ、英語で来られたんで、ちょっと私英語が苦手なので全部検索コピペをして自動翻訳和訳してくれるサイトので、た感じでは、私はガンダムを壊してしまったと、プチッカイになったんですけどね、その首元のところをどうして欠けてしまったのかな、でこう隙間も空いてっていうところで、直し方がわからない、教えてほしいっていうあのメッセージをいただき、どう伝えようと思っていろんなねことも考えて、でもパテとかも向こうに売ってたりとか、いやーこの人がねどこまで、まあ、塗装はしてたのかなっていう感じだったんですけど、でツイッターにちょっと皆さんに助けてもらおうと思って書いて、いろいろやり方も教えていただいたんですけど、難しいですよね。もうランナーを溶かしてとかもね書いてくださったりとか、あとはめたりとかもあったんですけど、ね、もう捨てちゃってるかもしれないしなと思いつつも、結果的にはですねいろいろこう何パターンか、動画とかもね、この動画だと分かりやすいかなっていう方の紹介させていただいたんですけど、そう、自分の動画を見たら、なんか接着剤の使い方が分からないっていう動画を上げた自分の動画が出てきたりして、いやこの1年間私も本当にね、いろんな皆さんに助けていただいたおかげでこうやってぶったり続けられているわけなんですけども、まあ、そういった動画も改めてね撮れたらいいなという、少しでもお役に立てるような動画を、いや楽しんでいただける動画撮りたいなというのを思いましたが、結果その方はですね、まあ、わかんないです、一応ねそのプロフィール上とかつぶやいてない時に女性の方、可愛いらしい女の子なんですけど、あの上新さんのパテの使い方のブログが、まあ、まだなんか分かりやすかったみたいで、まあ、それも日本語なんですけどね、今パソコンで簡単に英語に変換ができるみたいで、それでちょっとトライしてみますみたいなお返事をいただきました。あとね、直せれるか心配と楽しみですが、
ぱりね、こう研究所ってインスタグラムでも名前入ってるんでね、ちょこちょこ最近そういったこのやり方がわからないとか送ってくださる方いらっしゃるんですけど、せっかくね、なんか聞いてもらえば嬉しいですもんね。私でよければと思って答えようとは努力はするんですが、まだまだわからないことだらけで、はい、こうやってる、はい、腕ができました。わあ、ちょっと怪人っぽい感じがしますね、この腕。はい、お顔を作ります。そうなのです、怪人で思い出しましたが、4月1日木曜日、エイプリルフールの日にですね、はい、平日木曜日にはなるんですけども、アマンガスコラボライブ、なんとローカルヒーローさん縛り開催決定しました。パチ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 。お時間夜の10時から12時までとなっております。そして現在もすでに発表させていただいている、ヒーローさん、怪人さんが、似顔絵怪人角蔵さん、そして私ともなんとかコラボをしていただいたマスクド DJ ライオンさん、 YouTube されております。そして私も大変常に日頃お世話になっております日本橋特殊部隊の NSAT の G サイクさんとスカルメンさん、現在段階でこちらの4名さんを、発表させていただいているんですけども、なんと10人での、はい、参加でアマンガスをさせていただこうと思っております。こちらの、まあ、企画自体はクラムカフェとのコラボ企画になりますので、クラムの白野さんとで私もプレイヤーとして参加させていただきます。去年本当だったらね、この時期あの大阪日本橋の大きなイベントオタロードで、日本橋ストリートフェスタというコスプレイベントなどもあるんですけども、去年その前後にヒーローさんたちと企画していたイベントなど、まあ、人狼カードゲームのね、人狼だったりとか他もカフェイベントなどもですね、去年はちょっとできなかったので、オンラインでのこうしたコラボが実現できるっていうことは本当に嬉しいですし、楽しみにしております。ぜひ視聴者の皆さんに楽しんでいただけるような配信になるよう、ね、私ももっともっとアマンガス修行練習をして、4月1日エイプリルフールの日にですね、挑みたいと思います。エイプリルフールの日だよね、ヒーローさんたちもちょっと仲間を守るためならば嘘をついてもいいんじゃないかなみたいな、そんなゲームで、まあ、ゲーム自体の内容はですね、まあ、クルーとインポスターに分かれて、インポスターさんはねちょっとプスッとする役にはなるんですけども、間の誰が犯人だ、誰が怪しいみたいなね、そういった議論タイムはね、すごいお話とかも盛り上がりそうなので楽しみにおります。お、いいかい。口ここ長いんですね、結構ね。でこれを先にこっち接着して、マンガスもね、パソコン、スマホ、そしてスイッチは500、600円ぐらいかかって、でアプリだとなんかアイテムとか頭に乗せるもの、洋服とかが課金制になってるんですけど、無料で遊べてっていうゲームで本当にね楽しいですが、よいしょ、私はもう基本すぐにプスッとされたりバレてしまうんですが、
な他の実況者さんの動画見て勉強しようと思います。以上。これはいいんですよね。固定してしまってギュ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 、こっちなんか隙間が気になる。次、なんかセーラームーンのコンパクトみたいな。こちらとで残りパーツも体がこれだけなので切って合体させたいと思います。はい、周りにピンをはめてこの感じと、そしてこちらの体をはめて入れていきます。これはもうあと腕ですね。これ、あれ合ってますよね。どっちがどうなんだろう。よよよ、腕は一緒なのかな。これと、あ、こうして、ここの最後のがね、私苦手なんです。あ、バラバラになりそう。ひょ、ヒートローと折らないようにしないと。んで、あ、上向いたらいいかな。上向かせておいて、でのすごい位置でやってしまっておりますが、でどこまで、ここまで入れていいの？違う？ここまで？これだと外れちゃうのね。やっぱここまでグッとして、で、かぶせます。できた。でこれで。はめられたら接着ですね。あ、いけそう。あ、かわいい。なんか前よけになりそう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、RX782 ガンダムが大好きですけど、この子もかっこいいよ。かっこいい。よいしょ。この辺をぎゅ、はい。で、ぎゅっと乾かしつつの背中も、あ、腕は左右のね、区別、今更ですが、ないということで、ぐーっとぐるっとぎゅっとして、背中も先にくっつけてからなんですか。じゃあちょっとこれ接着も兼ねておいておいて、はい、背中、こちらがどうなのか、うん、裏からはまるのかな、下から、あ、下からなんだ。はい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 、すっぽりすっぽり、向き合ってます？ちそう。で、つけまーす。はい、しっかりギュッ。ギュッ。はい。あー、指紋がついてしまった。で、横にも、横、あ、ここね、はい、つけますよ。ぎゅっとして、こちらも、あ、最後の、違う、最後から2番目ぐらいの接着、よいしょ。そして、はい、でこちら向きを間違えないようにお背中に、はい、できた。よいしょ。はい、ということで感じでできました。ぎゅー、はい、ということで見上がりました。いかがでしょう。とてもえ、いいですね。この色、塗装してないこの全身抹茶茶でも私はいいなと思うのですが、
タンスの上とかに置いておきたい。こことかもね、ぐるぐる回るので、いろんな、そうなんですよ、ポージングして。この足がめちゃめちゃ開いてて。はい。こんな感じなんですが。はい。ちゃんと、自立もしますし。ちょっと、いや、あれ？自立も、しますし、はい。形になりました。背中もこんな感じですね。で、こちらも、腕も、はい、ここはよく、この辺り回るのと、足も動きます。はい。そして、お顔も、こちらですね。こうやって、はい、動かすことができます。グッ。ということで、こちら144分の1サイズのアークガイさんすぐみ完成よいしょしました。どうでしょう、いかがですか。とっても可愛い、かっこよくないでしょうか。にお家に飾りたい。はい。これもうね、常に装備な感じなので、ちょっと目とかに当たらないように気をつけなきゃなると、持って帰るときそうだと箱とか入れると大変そうですが、売れないようにそっと持って帰って連れて帰りたいと思います。実験じゃないや、研究大成功。はい。ということでですね、制作途中に、はい、告知させていただいておりました。告知改めまして、2021年4月1日木曜日夜の10時から12時までアマンガスコラボライブ、ローカルヒーロー縛りということで、たくさんのヒーローさん、ヒロインさんたちとマンガスコラボをさせていただくことになりました。 YouTube されているヒーローさんたちもいらっしゃるので、皆さんぜひですね、まだ告知の方がですね、すべての、出演者さんの発表はできていないんですけども、発表されましたら、ぜひぜひ YouTube されている方、事前にね、どんなヒーローさんなのかなみたいな動画などいただいて、チャンネル登録などもしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよと思ってくださった方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、ぜひ、お花ももですね、平日の月曜日から金曜日、朝の7時頃から8時30分まで、毎朝配信しているので、そちらの方もぜひとも、初見さん大歓迎です。朝ごはん食べながら、朝の準備をしながら、二度寝前に、見ていただけたり、ちょっと嬉しいです。まつもりなどなどゲームをしながら、ゆるく、天気予報とかね、そういったことを、ぐらいしかお伝えできてないかもしれないんですけども、朝からお話ししていただけたらなと思います。コメントをいただけるとね、本当に嬉しいので、お待ちしております。はい。では、最後までご視聴ありがとうございます。次の動画もぜひ見てくださいね。それでは、おすだまこでーす。